はい、本日はですね、ホールドの外し方について、お伝えします。まずね、ホールドを外す際には、道具を用意します。まずインパクトドライバーですね、これを用意します。あと、腰にベルトをしてもらって、あと腰のベルトには作業のですね、袋というかですね、いろんなハンマーとヘラとあと替えのビットですね、十字のビットとあと、六角形のビットと、2種類変えられるようにしましょう。でですね、あとは頭はヘルメット、できたらヘルメットした方がいいんですけども、まああんましないですね、まあ、タオル巻いたり帽子かぶったり、頭にねホールドが当たっちゃうことがあるんで、そういうのを少しした方が怪我を防げると思います。で、あとね、チョークなんかが結構舞うので、マスクとかはした方がいいと思います。で、手に手袋はですね、できたらした方がいいと思います。で、あとですね、重要なのが、服はですね、まあ、夏は半袖の T シャツとか作業着とかでやります。で、靴をね、なるべく履くようにしてください。というのは、木の、木ネジですね、なんかが下に散乱しますので、結構足怪我しやすいです。なので、靴は履くようにしましょう。で、まずね、周り止めっていう木ネジに止めてあるスクリューのピースですね、これをどんどん抜いていきます。で、2人いたらですね、木ネジを外す人と、あと六角形 のスクリュー のボルトですね、これを外す人を分けてください。で、範囲を決めて、協力しながらですね、やっていくのがいいと思います。で、外す際はですね、なるべく上からどんどん外していった方が効率的です。ホールドは基本上から外していくと。で、なぜかというとですね、下から外しちゃうと上に行った場合にですね、手を引っ掛けたりですね、作業の時に、下にホールドが残っていれば下のホールドに手を片手を引っ掛けて、上のホールドをですね回しに行くことができます。ただ下に何にもないと意外とちょっとやりづらかったりするんですよね。なので、あと下の方の、まあ、足が届く場所に関しては結構簡単にホールドを外せますので、まあ、できるだけね、上の方から外すようにしてください。で、上からねホールドを外していくと、まあ、一回一回下にね、脚立で降りてたらもうほとんど効率的ではありません。なのでブルーシートとかですね、ブルーシートも敷けたら30、20、30ぐらい敷いてもらって、で、ホールドは基本放り投げる、これが基本です。で、まあなるべくまんべんなくね、放り投げられたら、ホールド割れません。なので、まあ、できるだけまんべんなくホールドを放り投げてください。で、慣れてくればね、割れない落とし方っていうのをマスターできるようになります。で、あとマットにね、突き刺さったりして、マットが破れたりもしますので、そういうのを防ぐ落とし方というのもあります。で、落とす際にはですね、ホールドの、表側ですね、表側から、ホールドが着地した方がマットは破れにくい感じがします。なのでふわっと、ホールドの表面からマットに、落ちればいいのかなと思います。で、
あとね、ホールドが、壁にくっついたりしますので、これに関してはまずハンマーで叩き落としてください。で、忘れてね、このボルトを外したけど忘れちゃったってやつに関しては頭に当たったりしますので、必ずね、忘れないうちにハンマーで落とすようにしてください。で、だん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 下の方に向かって外していってですね、一通り剥がし終わったら、ホールドを、箱に詰めて、ボルトを拾って、箱にそれも入れて、あと木ネジですね、これも箱に入れてもらう、そういったような手順になります。であと片付けていくと、あとシール剥がしとかですね、この辺も結構大変なので、シール剥がしなんかはアルバイトの人とか、常連のお客さんとかに手伝ってもらうと、素早くできると思います。であとシール剥がしは塗装ですね、壁の塗装を傷めないように剥がすことが重要だと思います。で、なるべくね、効率的に剥がすようにしましょう。こんな感じでした。